はい、おはようございます。しゃちくんです。よろしくお願いします。では今回ね、ちょっと今までとね違う趣向のことをやります。アニメーション飛ばしの入れ替えに変えて、ちょっとね RTA を本気で、まあ本気ではないですけどね、本気の人からしたら本気じゃないですけどね、今の僕がどれぐらいの速さでクリアできるのかっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。でも RTA の人がやってるみたいな、あのね時間をダージに出す感じのやつがね、まだやり方知らないのでちょっとできないです。あくまで殿堂入りのねまでの時間でやりたいと思います。あ、でね、まあ、ほんと、ガチな感じではないので、ゆるりと見ていただきたいのと、まあ、そんな感じなんでね、名前もちゃんと、今まで通り打ちます。はい。まあ、でも前回の、ケンプタロスが3時間半ぐらいだったと思うんで、まあ技のアニメーション飛ばすだけでもね3時間切れるような気がするんですけど、どうですかね。無理かな。まあ目標はそう今言ったんですけど、まあ3時間切ることですかね。でなんかその RTA のやってる方の動画をちょっと見たんですけど、2時間切ってるのとかってビビりましたね普通に。ただあそこまではできないので、まあねこの普通にまあ普通気味にプレイしてどんぐらいでいけるのかって感じですね。もうなんかどこでどの技やってどこでいくら使ってどこでアイテム使ってとかまではちょっと僕にはできないので、まあまあまあ、ほんとね、気軽な感じで、見てみてほしいです。お願いします。あ、でね、ゼニガメは、あれです。たけしね。たけしゼニガメじゃないと勝てない。で、あ、まあ、ゼニガメじゃないと勝てないというか、メインで使うのが二度キングになるんで、そのね、最初のところはね、たけし倒した後は多分ずっと二度キングです。で、あと、秘伝か。怪力と波乗り、ゼニガメに覚えさすので、ゼニガメですね、最初。はい、よし。ここ勝たない場合はどうするんだろう。終わりなのかな。レレ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 レで、あと他のポケモンね、捕まえなきゃいけないポケモンとかもあんま分かんないんですよね。もう秘伝要因を誰にするかってとこね。まあ、多分ね、鳥ポケモンと、まあ、パラスがいいんですよね、きっと。パラスエンカウントしない場合がある。まあ、どうすんだろうなぁ。ほっほ。まあ、あと効率のいいね、その、街の回り方とかポケセンの入り方も、僕はちょっとまだわからないので、まあ、そのあたりできないでどれぐらいクリアできるのかっていうのも、まあ、検証ですね。うん。
まあ本当3時間切れたらいいなぐらいの気持ちでやりますので、よろしくお願いします。これな、でも一応あれか、その伝統、あやべ、エンカウントしなきゃこっちの方が早いなって思ったらエンカウントしちゃいましたね。まあ、電動入りのね、時間なんで、まあ、リセットしまくればね、ダメだったところをリセットすれば、その記録はいいのになっちゃうからな。垂れ流しでもいいですかね、この動画。いや、ただ僕そんな喋りもそんなに上手くはないんで、ずっと喋るのもできないからな。まあでもポケモン見ててくれればいいのか。はい、で図鑑もらうと、はいはいはい、任せなーって。図鑑は、まあ、僕にはちょっとね、多分10匹も捕まえないんで、まあ大木戸さんの見る目がなかったのかなという感じですかね。まあエンカウントの量で結構差生まれますよね、やっぱ。一回10秒ぐらい多分かかるんでね。はい。ではね、早速、ショップ行って、ニドランを捕まえるのかな。オニスズメは捕まえておいてもいいのかな、これ。まあ、3個くらいでいいか。どの道捕まえるからな。オニスズメ捕まえといて、カラスに出会わなかったら、カモネギにしようかな。うん。うわ、こらった。全然いい。一番いらないの出た。運悪いですね。はい、ニドラン3レベル。なんか捕まえなきゃいけないレベルとかもね、ちゃんとしっかりしてますよね、本場の人は。うん。まあでもとりあえず3レベルでいいかな。やってみてですね。うん。ニスズメ出なかったからいっか。回復はしないで突っ込んじゃおうかな。ニドラン、ニドランのレベル上げしないとな。私は取っとこうかな。最初のトレーナーでニドランのレベル上げします。あ、コクーン、コクーンは無理だね。ゼニガメ側は覚えてればって感じ。はい。でれんてん。ニドランがね、8で角でつく覚えるんで、それ覚えるまで、なんかね、レベル上げないと。
2尾が終わったらもうずっと2ドランで行くと思うので、まあそれまでにどんぐらい上げれるかですよね。まあ厳しいな。はい。うん。毒化けやめてほしい。あ、外れた。うん。レベル上がらず。急所か。キャタピーかわいいな。わっ、キャタピーその急所当たる？うん、7レベ。デンテルルンテルルルルンルルルン。こいつも戦っとこうかな。うん。あ、でも HP 回復してねえや。こいつでも2体目が確かコクーンなんだよな。うん。うわ、糸を吐くしてくれないんだ。かなりガバガバになってる。まあ、いいか。もともとビードルより遅いね。まあ、亀だしな。あああれ、ここで泡覚えないと、コクーン。ここで泡覚えれば、コクーンでレベル上げできんのか。ミスったね。あ、あ、上がった。やった。へぇ。よし、次はどうしよっかな。うん、これはアで倒せるか。まあ両方アなんだけど。いいね。次で終わってほしい。はい、あ、いいじゃん。あ、いいですね。はい、これで毒消しもいらないんだよ。てん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 
最後のトレーナーモニドランで倒して8レベルにしちゃうね。で、ニビをゼニガメでぶっ倒し、てててててててーん、はい、8になるかな。そもそもなんなかったら2尾で入れ替えればいいか。あ、はい、もう一回、あ、急所は良くないね。あ、外すのも良くないね。うん。まあ、初でしょう。はい。ナイナイス。あ、よし。これで角でつく覚えると。素晴らしい。うん。エンカウント2回しかしなかったね。ポケ戦はニドランがダメージ受けてるから行った方がいいのかな。うん、どこか。あ、負けるかもしれないしね。あと月見山でパラス、パラスってあんま捕まえにくそうだな。まあでもここでもう2個ぐらい買っといて、あとは傷伏せ。うん、石粒手、石粒手ぐらいだったらニドラン戦闘でいっか。はい、たけし戦。で、序盤のトレーナーは戦ってレベル上げた方がいいのかな。むずいっすね、判断が。まあやってみてくれか。結局な、角ドリル覚えればそれだけだからな。わ、予想以上のダメージを負ってしまった。一発与えるよね、さすがに。あ、嫌な音ね。13耐えないでしょ。我慢しろ。あ、いや、まあ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 、27は受けないよね、さすがに。あ、我慢 OK、 ナイス。いらない傷薬だった。2レベル曲がっちゃった。てて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 ん。傷薬足りるよな、これで。うん、我慢ね。いらないいらない。うん、ああ、でんでれんで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 ん。このトレーナーとかも戦った方がいい可能性もあるな。どうなんですかね。とりあえずこいつか。じゃんじゃんじゃろんろん。あ、あ、まあまあ強いね。
睨みつけるやってもよかったな。PP 管理とかもな、わかんないからな。はい。強えな。キャタピーの方が強いのかな。防御力ね。レベル上がったからか。はい。あ、いいね。サクサク上がりますね。とりあえず進化しちゃえばな。進化しちゃえば余裕だからな。ポラッタ、ポラッタやばくない？ちょっと。いやー、よくないよ。2発でいける？微妙。あ、危ねえ。あー、マジかー。そういう感じかー。まあ、さすがに負けないはず。20受けたね。これは無理だな。まあ、あは最悪倒れてもいいのか。ああ、負ける可能性ある。負けてもいいな、別に。なんなら負けた方がいいんじゃない？なんだよ。攻撃していく、来てくれない。はい。うん。よし、ああ、いいね。ちゃんちゃらら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 ら。どっちだ、こっちかな。虫ポケモン。あ、でもこっちコクーンとかいそう。ミスターっぽいな。いいじゃん。ナイスな急所です。うん、急所めっちゃやるな。どうせやるならここでやってほしいよ。本当に出た。
まあ、僕ね、ネトランを吸うてか、まあ、リトキングが一番好きなんですよ。多分、相思相愛なんで、急所いっぱい出してくれるな。はい。てってってってるって。なんだ、ダメになったか。おお、急所。よーし。ここで鬼スズメ出てもいいけど出ない。エンカウントめっちゃしないな。それならお月見山でしないでくれると嬉しいんですけどね。パラスが出てくれれば完璧だ。うん。ではお月見山行きましょう。水鉄砲はいるのか？わからんぞ。いらないか。いらないね。やめとこう。でもお金になるのか。わからんな。下のあいつは倒した方がいいみたいなのは知ってる。あ、やべ。まあ、いっか。理科系の男ね。トイレ、かわいいな。体当たりできる？はい、15レベル。角でつくと、ではね、体当たりと毒針どっちが強いんだ？タイプ1毒針かもね。毒針の威力がわからん。じゃんちゃららんららららんららんららん。もらっとく？穴抜けの紐は取ってた方がいいのか？一応もらっとこうかな。てん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 。ニドリーノって何レベルなんだっけ？ 18 か16な気がするんだけど。ズバッと。パラス出てきてほしいな。この子ね、またつぼみだよね。あ、謎の草か。うん。よし。あ、急所。いいね。あら、もうこれ勝ち抜きに変えていいのかな。変える可能性あるか。ない気がすんな。水鉄砲を覚えさせて、あ、進化する。
山男と戦うという手もある気がするんだけど。ててててててて。もういいね、これ。勝ち抜きで。非常にエンカウント率高い気がするのは俺だけですかね。はい。え、もう使っていいよね。はい。オーニドキング、あれ暴れるって16だと思ってた。ニドキングの何レベルなんだろうにしてもエンカウントしないな。さっき異常にするって言ったばっかなのに。あーパラスだ。10レベル、さすがに倒さないよね。マジか。頼むよ。やった、ラッキー。これで穴を掘ると居合斬りパラスを覚える。いいじゃん。じゃあ空を飛ぶだけか。適当にポッポッ顔に進めたね。はい。怒涛のエンカウント率になってきた。そうだ。アパレル18レベルとかだっけ？だとしたらライバルまでにないときついんじゃないの？ねえ、砂かけされたらね。どうですかね。あ、しかもニドキングになることによってレベル上がるの遅くなるのかな。まあわかんねえか。んてててんてれる。う、怒ったぞ。かわいい。暴れるの時間調べよ。暴れる23レベルだ。だいぶ先だな。霞は多分暴れるないと無理だね。さすがに。なんで。どうしようかな。じゃあライバルはなくてもいいのかな。
うん、強いな。チュンチュルルンチュルルルンルルルン。はい、ありがとう。パラス2体目倒しとこうかな、こいつ。なんとなく、どうせポケモンセンター行くしね。100。うん、いやー、これ水鉄砲あってよかったのかな。岩山っていうか、あいつらをゴールデンブリッジの後の山男を倒しやすかったよね、あった方が。岩山トンネルはバブル光線でいいのか。うん、はい、ちょっと一回動画区切ろう。